こんにちは、速稼塾の久保です。私の大好きなお菓子三万石名城焼きということでね、なんかこう古めかしい感じのするおせんべいでございます。これがね、観光地とかにありそうでしょ。これスーパーに売ってるんですよ。でも多分ね、観光地にもあると思います。これがね、何枚 ?1,2,3,7 枚入りで、なんとね358円というね、かなりの高級品なんですよ、うん、早速いただいてみようかと思います。ここに書いてますけども、第20回全国菓子博内閣総理大臣賞ということで、総理大臣の賞をいただいてるらしいですけども、この賞ってお金払えばくれるんですかね。なんかモンドセレクションみたいなもんですかね。まあでもね、そんなのに関係なくすごい美味しいんで大好きなんですよ。だからこういうのをね、お中元お歳暮に送ってくださる方もいますけども、いや非常にありがたい。あとね、おかき、1000円ぐらいの箱のお菓子ってあるじゃないですか。あれのおかきバージョンって結構好きなんですよ。で、去年もね、いくつか送ってもらったんですけども、いや非常に嬉しいです。まあ、こういったね、せんべいが好きっていうね、なんか渋いでしょ。結構いただきます。硬い、豆が入ってて硬い、甘くない。裏にはお城の刻印、渋いじゃないですか。なんか江戸時代からありそうなお菓子でしょ。この耳のところがまたね、噛み応えがいい。いや、なくならないでほしいですね。